テッセルのグルジア人捕虜放棄テッセルのグルジア人捕虜放棄は、第二次世界大戦中の1945年4月5日、ナチスドイツ占領下にあったオランダのテッセル島において、ドイツ軍補助部隊に属していたグルジア人兵士が起こした反乱のことである。事態が収束したのは、ドイツ降伏後2週間が経過した5月20日であり、しばしばヨーロッパの最後の戦場とも呼ばれる。 テッセル島、テッセル島は、ワッテン海と北海を分かつ、西フリースラント諸島最大の島で、アムステルダムから北に75キロメートルほどの位置に、ある、ドイツの沿岸防衛線、通称、大西洋の壁における極めて重要な地点として、防御が強化されていた。テッセル島にいた、グルジア人兵士たちは、ソビエト連邦グルジア共和国で、 ソ連軍兵士として徴収され、東部戦線において、ドイツ軍の捕虜になった者たちであった。捕虜には二つの選択肢があった。飢餓と栄養失調が状態化している、ドイツ軍の捕虜収容所に留まって、死を待つか、ドイツ軍の西岸して、自由の可能性を得るかであった。後者を選んだ捕虜たちによって1943年6月、ポーランドにおいて、 ドイツ軍の補助部隊第822、グルジア不評大隊、ケーニギン、タマラが編成された。彼らはポーランドでパルチザンとの戦いに投入された後、1943年9月にオランダへ廃棄された。1945年2月、彼らはテッセル島へ廃棄された。連合国軍の攻勢が続き、上陸進行が近いという期待から、 1945年3月末頃から、いくつかの部隊では反乱の準備が進められた。反乱当時、この部隊は800人のグルジア人と400人のドイツ人から構成されていた。1945年4月5日、深夜、グルジア人たちは放棄した。兵舎を同じくしていたドイツ人兵士の多くは、就寝中にナイフや銃剣によって視察された。 5日夜から6日にかけて、グルジア人は、島のほぼ全域を占領した。この反乱の最初の段階で、およそ400名のドイツ人兵士が殺害された。オランダ人のパルチザンは、グルジア人の反乱を支援した。しかし、グルジア人たちは、島の北部と南部にある砲台を占拠することには、失敗した。これらの砲台には、ドイツ海軍の兵士が立てこもっていた。 このため、グルジア人たちは、オランダ本土からのドイツ軍の増援を防ぐことができなかった。ドイツ軍の反撃は、これらの砲台からの砲撃で始まった。オランダ本土から第163海兵不評大隊2000人の兵士が、装甲車両と共に発見された。2週間にわたる激しい攻防の末、島の大部分はドイツ軍によって奪還され、その後は、 相当が繰り広げられた島の北部のアイランドは激戦地となり、東大ではグルジア人たちの最後の激しい抵抗が繰り広げられた。捕らえられたグルジア人は自らの墓穴を掘らされ、ドイツ軍の軍服を脱がされた上で処刑された。5月5日にはオランダのドイツ軍が投降し、5月8日にはドイツが降伏した。しかし、 テッセル島での流血はなお続いた。最後の犠牲者は、反乱を支援した島民のパン屋で、皮肉にもグルジア人によって偶発的に殺されてしまった。テッセルにおいて、ロシア戦争をと呼ばれるこの放棄は甚大な被害をもたらし、戦闘の中で島の多くの農場が消失した。およそ800名のドイツ軍兵士、565名のグルジア人、 そして120名のテッセル島住民が死亡した犠牲者数について参照。カナダ軍がこのヨーロッパ最後の戦場に到着したのは5月20日である。カナダ軍は抵抗を受けることなく上陸して1535人のドイツ軍の武装解除に着手し、島を戦火から解放した。その後、ソ連軍のスメル氏が到着し、 228人のグルジア人を担当した。グルジア人犠牲者は、同等のオーデスチルト近くのホーゲベルグの軍人墓地に埋葬された。グルジア人の生存者には、厳しい運命が待ち構えていた。スターリンは、ドイツ軍の捕虜になった兵士を、死ぬまで戦闘をしなかった反逆者とみなしていたためで、ある。テセル島では、地雷地帯に隠れたり、住民にかくまわれたりして、 228人のグルジア人兵士が生き残った。ヤルタ協定によってソ連軍に引き渡された兵士のうち26人は家族と共に追放された。残るほとんどの兵士は強制収容所ラーゲリに姿を消した。1950年代の半ばまで生き延びた兵士は名誉回復がなされ家に帰ることが許された。 ソ連崩壊直前の1991年までオランダ駐在のソ連大使は毎年5月4日にグルジア人墓地を訪問するのが恒例となっていた。少なくとも最後の時期にはグルジア人犠牲者はソ連の英雄として扱われた。法規60周年を迎えた2005年5月4日には独立したグルジアの大統領として初めて見上るサーカシュビリが デッセル島のグルジア人馬場訪れた。2007年に死去した放棄参加者は、グルジアの英雄としての栄誉で偶されている。ドイツ人犠牲者は、島内のデンブルフにある一般の墓地にまず埋葬された。1949年、リンブルフ州のイシールストンのドイツ軍人墓地に移送された。現在、この墓地はドイツ戦争墓地委員会が管理している。 連合軍のの犠牲者はデンブルフの公共墓地に埋葬されているテッセル国際空港にある航空博物館内にこの事件に関する常設展示がある。テッセル自治体のウェブサイトでは565人のグルジア人、120人のテッセル島住民、およそ800人のドイツ人が死亡したとし、他の情報源によれば2000人以上のドイツ人が 殺害されたとすると平気している。他の情報源とは、カナダ軍の報告書である。ドイツ軍の武装解除に当たったカナダ軍の指揮官は、スメル氏の指揮官に対し、テッセルでの犠牲者の数として、グルジア人470人、ドイツ人2347人を報告している。1949年、イシルストンへの移送に際し、ドイツ戦争墓地委員会は、 セル島ででドイツ人兵士のの遺遺体体体を発掘したたが遺体の数は812あったカナダ軍の報告書は、武装解除した1535人と死亡した812人を犠牲者として混同している可能性も指摘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。